はい、皆さんこんにちは、吉田です。昨日のあれ見ましたか？ダーツの話に先になっちゃうんですけど、タイトルと違うじゃないかって思わずにちょっと聞いてください。 BDO レイクサイドという、ダーツの世界大会がありました。でそのダーツの世界大会の決勝に上がったのが日本人の鈴木みくる選手なんですよ。日本で言えばジャパンっていう団体の、プロで、去年の年間チャンピオンでもあるんですね。その鈴木みくる選手ってその BDO レイクサイドって初めて出場する大会だったんですよ。で予選から決勝まで上がるって初めてなんですよ、あの BDO 史上でも。それでなんといってもすごかったのは、もう初戦の相手から去年のチャンピオン、世界チャンピオンと初戦でぶつかってるんですよ。レグっていう、まあ、ゲームのあれをレグっていうんですけど、先に3レグ3ゲーム取ると1セット取れるんですよ。でその1セットを先に2セット取った方が勝ちなんですね、決勝戦以外は。相手とその世界チャンピオンと戦って2対0で終わったんですよ。ストレート勝ちしたんですね。でもストレート勝ちしたって、しかも去年のチャンピオンで勝って、もうみんなもう日本中のダーツの好きな人たちがおおってなって、これいけるんじゃないかって言ったら、もう決勝まで行ったんですよ。でその決勝までも全てストレートで勝って、決勝の決勝、昨日決勝が行われたんですけど、もうすごい入ってましたね。阿部90超えとか見ました？あのナインダーツトライ、もうトンパチトンパチときて、微妙な差です。あれがもう決まってたらもうね、優勝して快挙、ナインダーツして快挙ってなってたんですけど、でも数多くの快挙を成し遂げたんですよ、今回の大会で。まあね、しかも世界チャンピオンですよ、日本人がダーツで。今までこうやってダーツって長い歴史があって、アジア人で、ね、あの世界チャンピオンになるってことはなかったんで、アジアとしても初ですし、日本人も初ですし、もう全てがもう快挙でした。日本中のダーツファンがもう熱くなって、昨日ツイッターにバーってみんな書き込んで、すげえすげえっつって書き込んで、ツイッターのトレンドにも上がって、で最終的にはもういろんなメディアが今取り上げてますね。まあね、こんな感じでね、ちょっとずつねダーツが広まってくれればなと思いますね、スポーツとして。皆さん今ですね、僕これ動画をカメラ向いてこうやって撮ってるんですけど、実は液晶画面がそっちに実はないんですよ。僕これ今撮ってるのが RX10 Mark IV というやつなんですね。でこのカメラって、液晶画面動くんですけど、バリアアングルじゃないんですよ、あのチルト式なんで。今こっちにスマートフォンで、Wi-Fi で接続してモニタリングしながら撮ってるんですけど、まあ、ぶっちゃけ全然ラグがありすぎて、画角を確認するだけにほとんど使ってますね。で今回、新たな、ね、機材を導入したいなと思って、フィールドワールドという、会社が出ている T7 という外部モニターです。こちらを新しく導入して、カメラにつけてみたいと思います。では早速、開封してみます。それでは付属品の方を紹介していくんですけど、まず最初こちら、サンシェードですね。屋外でも、モニタリングできるようにサンシェードがついてます。説明書、これはもう英語だけです。そしたらもう早速これが本体ですかね。ちょっと本体取り出してみましょう。ほら、出ますよ、本体。本体取り出します。出ますよ、じゃん。おー、素晴らしい。いいですね、質感。これね、アルミでできてるんですね。写真とか、あとは他の YouTuber さんが紹介してた、F6 とかっていうのは、なんかパッと見、なんかプラスチックなのかなみたいな感じで、まあ、多分軽いんだろうなみたいな感じだったんですけど、この T7 っていうのは、ボディがアルミでできてるんで、かなり頑丈にできてます。これにはファンクションボタンがあって、であと選択のボタンで、三脚穴でメニュー、あとまた選択と電源ボタンがついてます。側面には USB のアップグレードの端子と、あとまた三脚穴があります。そして側面には、イヤホンのジャックと、HDMI のアウトプット、そして HDMI のイン端子があります。あと、DC の 12V、 これはですね、入力もできるのかな。この 12V の DC12V のやつって、これあれなんですかね、外部からの電源でもつくっていう感じなのか、それともこれバッテリーが入るんですね。でそのバッテリーをそのこっちにも供給して、プラスアウトしてカメラに電源を供給できるのか、どっちもできるんじゃないですかね。ちょっと後で調べてみましょう。はい、こんな感じです。
ちょっと付属品の方も見てみましょう。はい、今僕が持ってる三脚を使って今見ています。はい、こちら、これはサンシェードをつけるため の、 外枠ですね。これと HDMI の普通の端子と、あとミニ HDMI がついてますね。ただ僕のやつって、これをね、ソニーの RX10M4 は、マイクロ HDMI なんで、あと普通の付属の HDMI よりもこういった螺旋描いたこの、なんて言うんでしょうね、このバネみたいなねケーブル、これビョン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 する、これ伸び縮みするやつ、これを買っといた方がいいと思います。やっぱりモニター、結局上にモニターつけるんだったらそんなにケーブルの長さもいらないし、こうやって伸び縮みするやつの方が便利なんで。それと、カメラの上に載せるための雲台ですね、こちらがついてます。付属のホットシューは三脚穴ついてない普通のホットシューになります。はい、ということでですね、今、iPhone の、カメラに、切り替えました。内カメラね。で、こちらが僕がいつも撮影に使っている、ソニーの、RX10M4 なんですけど、こちらに取り付けていきたいと思います。はい、今こんな感じに取り付けが終わりました。こんな感じですね。画面が倍ぐらいに、もう何倍だ、もう4倍ぐらいの大きさになってますね。これ7インチなんですよ。でただ、この 4K って書いてあるんですけど、この画面自体は、1920×1200 の映像がここから流れます。なので 4K の表示はできません。ただ 4K の信号を、入力したり出力したりっていうのはできます。それでは早速ね、先ほど紹介したケーブル、こちらをつけて、確認してみたいと思います。ここでミスが発覚しました。いやー、これはきついな。片方はマイクロなんですよ、ちゃんと。ただこっちがミニになっちゃってるんですよ。こっちが普通のが良かったんですよね。いやー、これは確認できませんね、映像が。そしたらもう確認の映像はもう一回それが届いてからですね、にしたいと思います。はい、ということで、2日、経って、変換がね届きました。この変換する部分、めったにこんなの買わないでしょ。これですね。こっちはミニで、こっちは普通の HDMI です。それに変換するやつを買いにました。だいたいね200円ぐらいでしたね、これ。もうこれしかなかったです、探したんですけど。もう200円ぐらいのこれしかなくて、まあ、これでも多分大丈夫だろうなって、これ。それでは早速、このカメラ、RX10M4 に、このテストね、してみたいと思います。今この状態だとなんかもうミラーみたいになってますね。多分つければ大丈夫だと思います。で、まず最初本体のこっちの電源を入れます。ロゴが出てきましたね。フィールワールド。そしたら緑に今、画面が飛んでると思います。これで、カメラの電源もオンにします。そうすると自動的に繋がって、今信号なしってなってますけど、はい、このように表示されます。あれですね、かなり綺麗です。めっちゃ綺麗です、これ。すごいですね。だからもっとチープな感じで映るのかなと思ったんですけど、全然綺麗です。めちゃめちゃ綺麗ですね。これだったら、画面でかいですし、ピントも合わせやすいですし、これを端子が届いてからちょっと一回いじってみて、いろいろ設定してみたんですね。今赤くなってると思います、これ。これピーキングがあって、ここに F1 っていう書いてあって、ファンクションボタンがあります。はい、今、これがね、画面ですね。何技？うん。めっちゃ普通の、けだらけなのもめっちゃ分かっちゃうぐらい、綺麗に映ってます。めっちゃ綺麗です。ちょっとメニュー画面を見てみましょうね。ポチッと押すと、こんな感じにピーキング入ってるから、ちょっと見づらい。一回ピーキング、メニューから離れて、ピーキング切って、でメニュー見て、このピクチャーモード。これちょっとですね、操作がね、まだね、難しいですね。で、まあ、他にざーっと見ていくと、可愛いね、あります。次の画面、これ。言語、日本語あります。今やってて気づいたと思うんですけど、日本語があるんで、すごい便利ですね。日本語に対応してないと、やっぱりどこにメニュー画面、これどういう機能だっけみたいな感じにならないで、普通にこうやって、見ることができます。で、アスペクト比も
変えられますね。僕はオリジナルに設定しています。やっぱりズームとかもあるんですけど、僕の場合見てわかりますか、ここまで全部液晶なんですよ。液晶なんですけど、この画面がちょっとしか出てないんで、僕はここで一回調整を、これじゃなくてこれだったっけな、これですね。僕はこのように設定して画面いっぱいに、このカメラのね、実際撮れてる映像が見れるようにしてます。ちょっと色が変えてますって感じですね。であとはマーカーオンにするか、表示領域、表示領域っていうのはこれ、あの映画みたいに編集の時にここに黒いところに黒い枠を入れるって時に、そのもうすでにこの撮影してる状態でこの範囲が映る場所だよっていうのを、知らせてくれるんですよね。これでこれついてると、その Vlog を撮ったりとかちょっと映画っぽい映像を撮りたいなって時にはこれを設定してるとすごく便利だと思います。あと9グリッドっていうのはこの、画面に出てるこの白い線ですね、この仕分けを入れるか入れないか、僕は入れてますね。ジンバルとか使わない時に手でね持って、ゆっくり動かした時にその平行をこれで見てカメラを徐々に動かしたりとかするんで、画面反転メニューとか、あの黒とか、これもね、僕はこれあんまり使わないんですけど、これってどういう時に使うんですかね。僕は多分使わないんで、ピーキングですね。ピーキングは使います。で、この最後の F っていうのはファンクションですね。ピーキングか、画面反転かとか、それでも全部ここでこのように切り替えることができます。こんな感じですかね。やっぱこれ今全画面が出てるけど、実はこれ僕一回普通の HDMI の端子同士で一回パソコンに繋いだんですよ、こっちの Mac に、ね、そしたらちゃんと Mac のサブモニターとして起動してくれて、ここにちっちゃい Mac の画面が出てきて、ここで YouTube 流したとかもできました。 YouTube でちょっと画質のいい動画見たんですけど、やっぱり綺麗ですね。はい、ということで今回はこちらのフィールワールドの T7 を、紹介しました。このように Vlog とか、あとは家でカメラ使って撮影するとき、特にバリアアングルじゃない、カメラとか、あとは液晶画面がちっちゃくてちょっと確認がしづらいとかね、カメラが離れてるとかっていう人にはこういうサブモニターあるとすごい便利です。でこの画質と性能と、しかもこの出力 HD の出力もあるんですね。なんで他のモニターにも映すことができるんですよ。でこういった機能が揃ってて大体2万1000円ぐらいで販売されてるんですけど、それだとすごい安いと思う。僕もこれからねちょっと Vlog とかね撮っていくんで、こういうのがあるとすごい便利ですね。こんな感じです。こんな感じに撮れます。大画面で確認してね、こんなことができちゃうわけです。はい、ということで、今回はねこれで終わるんですけど、今後このモニターをね使ってる様子とかもちゃんと動画にしてあげるんで、今回ねこういったレビューとして、ここでね一回終わりにしたいと思います。気になった方はこの動画の概要欄の方に、リンク貼っとくんで、ぜひねご覧ください。この動画が良ければグッドボタン、高評価、そしてコメントと、そしてねチャンネル登録も、お願いします。 Twitter とInstagram やってるんで、ぜひフォローお願いします。それではまた皆さん会いましょう。さよなら。